お楽しみいただけますか。7月14日から始まりました夏のイベント、ナンクムードに浸れるファッションダンスやスリル満点のザ・パレーショー、劇団シーシーミュージカルなど多数の出演者と観客が一体となって盛り上がる夜のメインイベント、ハウス&スナイトレジェンドザ・バービット2012。さらに涼しくなれる新設も加え、皆様へ楽しい夏をお届けしてまいりました。そんな夏ももうすぐ終わりを迎えますが、秋もまだまだ楽しいイベントが待ち構えています。毎年ご好評いただいておりますガーリックワールドカップや現在開催中のポップ展、お酒好きにはたまらないオクトーバーフェストや三番さん、秋のハウステンボスは皆様の五感を刺激するとても楽しい内容となっております。9月1日よりパレードも一新、パワーアップしたハウステンボスのパレードをぜひご期待ください。そして9月22日には第4回世界花火師協議会決勝戦も控えております。ゴールデンウィークから行ってまいりました世界花火師協議会国内予選に続き、7月28日より海外予選を行ってきました。来る9月22日日本代表山崎彩香製造所と海外代表の決勝戦に進むのは一体どのチームなのでしょうか。また第4回世界花火師協議会を制するのはどのチームなのでしょうか。非常に楽しみです。しかし勝敗の鍵を握っていらっしゃいますのはこの会場にお集まりの皆様です。後ほど投票方法、採点方法についてご説明いたしますが、ぜひ皆さんまずは投票にご参加いただき、またご自身の気に入ったチームをぜひ応援してくださいね。それでは花火の前に特別観覧エリアの皆様にはミュージックコンサートでお楽しみいただきましょう。ハウステンボス町内で活躍するミュージシャンたちの素敵な生演奏、本日はバイオリン、ピアノ、コントラバスのトリオでお送りいたします。花火開始までのひととき、ごゆっくりお過ごしください。皆様こんばんは。ようこそ花火コンサート。最初の曲枯葉をお楽しんでください。
contra bass Patai Pinter。 私がソマラティボールです。ありがとうございます。次の曲スケット